はい、皆さんこんにちは、井川直弼です。はい、私ですね、ちょっと皆さんにご報告ございまして、これからのここのチャンネル運営についてちょっとご報告しようかなというふうに思います。今までは、Excel とアクセスの解説をずっとやってきました。で、他の、項目もちょっとやっていこうかなというふうに思いまして、別のチャンネルをですね、作るのもちょっと面倒いかなと思って、ここでやってしまおうと思いまして、上からですね、1、2、3、4、競馬の予想、これね、Excel とアクセスを使いますので、ここのチャンネルに引っかかってると思います。それで、タブレットとか PC の便利なツールの紹介、これもちょっと仕事上僕やってるので紹介していこうかなっていうふうに思います。で、あと下の3つですね、この筋トレとダイエット料理と受験勉強記録、これはもう多分ね、やることはあまりないかなというふうに思いますけど、ただ、ちょっとあまりにもこうネタがなくなりすぎると、私もちょっと辛いので、やっていこうかなっていうふうに思います。はい、面白くないと思って解除される方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、ぜひ、お時間のある時に見てください。ほいで、一応ですね、今日は、サムネイルで、紹介したんですけど、ちょっと、スライドショー、最初から。アクセスをやるときはこのサムネイルを使います。で、エクセルをやるときはこのサムネでやろうかなというふうに思ってますので、一つよろしくお願いいたします。で、今日私、何をですね、やろうかなというふうに思いましたところなんですけど、うちの会社でですね、エクセルとアクセスを使ってるのは、多々いるんですけど、じゃあ私から見て、部下の方がじゃあ Excel を使えるのかっていうと、うちの、僕のいる直接の部署ではないんですけど、この間、カウントイフスを使うことを教えてもらった、カウントイフスを教えてもらったっていうことで、結構喜んでたんですよね。で、なんか関数の名前言ってみろって言ったら、聞いたことあるけど使えないっていうことがありましたので、これはちょっと、どうなんですかね。自分の会社で、まあ、Excel を教えてる時間なんてのはないんですけれども、だからといってこの動画を私の部下が必ずしも全員見てるっていうわけではないんですが、ちょっと、Excel の関数を紹介していこうかなというふうに思います。で、自分の中でなんですけど、めちゃくちゃ分かりやすく説明したいと思ってます。で、ちょっとチャンネルをですね、解説こうしたのも、僕本当はですね、学校の先生になりたかったんですよ。学校の先生に、教員になりたかったんです。ところが、まあ、ちょっとある事情が、ありまして、私は教員試験を受けることが、まあ、その時はできなかったんですけど、まあ、せっかくね、こうやって、なんていうんですかね、ネット等で動画とかを配信できるようになりまして、なんか自分の得意なものをね、学校の先生みたいに教えてみたいなというふうに思いましたので、ストリートミュージシャンっていうのはこう結構いると思うんですけど、私にとってみたら、この YouTube っていうのは、まあ、ストリートティーチャー、なんじゃそりゃと思うかもしれませんが、まあ、誰かがどこかで勝手に見てくれて、コメントをくれてみたいなことがあればいいなっていうふうに思ってます。この間、女性の方から、結構な年齢の方だったんですけれども、アクセスをやろうと思ったら僕のチャンネルにたどり着いたみたいなことをね、すごい嬉しいコメントをいただきました。人間は一生勉強だと思ってますので、精進していければなというふうに本当に思っております。で、今日紹介するのはカウントイフです。カウントイフって何っていうと、今、ここのエクセルのところになんですが、バッハとかショパンとかビゼとか、これもですね、あまりこう、ちょっと今、著作権がうるさいので、当たり障りのないものを作ってるので、ヒーローもんでよくウルトラマンとか仮面ライダー使ってますけど、その辺はご了承ください。さすがにちょっと飽きたなと思って、何ですか、クラシック音楽の作曲家というものをちょっと、並べてみました。はい。で、要は、
カウントイフっていうぐらいで、カウントっていうんだから数えなさいっていう命令を出すわけですよ。で、カウントっていうものの関数の中には、カウントブランク、カウントエ、それからカウントイフス、カウントイフ、いろいろあります。で、まず私、基本となるものはカウントイフだと思ってます。つまりどういうことかっていうと、どういう場合によく使うかっていうと、人の名前を数える。つまり何回登場してくるかとか、あとは何ですかね、商品を数えるとかっていうことです。じゃあ、名前を数えることによって、商品を数えることによって、結局何ができるのっていうと、その人の人件費とか売上を計算することができるわけです。カウントイフを知っていると。結局、エクセル使うっていうのは何かって言ったら、要は金の計算のために使うわけですよ。そして金の計算の流れから、どういうふうなそのものの流れ、あまりこんな言葉は私は使いたくないんですが、マーケティングっていうことを考えてやっていくわけですよね。その中で必要なものっていうのは、集計関数っていうものは絶対に必要です。新卒の方が今スマホばっかり使ってて、エクセルも何もパソコンも触れない方がいるとかっていう人がいらっしゃるというのを、ちょっとこの間新聞で見ましたので、もう就職戦線も始まってるんでしょうか。そういった方もちょっと見ていただければ幸いかなというふうに思います。じゃあ、いきます。次、ここの、D 列の中に、D 列の中にいろいろいますけど、じゃあ、この、例えば、モーツァルトは何回出てくるんだっていうことを、何人いるのって数えなさいって言った場合に、当然会社では小の字を書いては絶対に計算しません。やってられないです、そんなのは。ということで、今からあっという間に、カウントイフという関数を使ってやる方法をもっと、ご紹介したいと思います。まずこの D 列コピってください。こんだけ登場人物がいたらわけがわからないので、これをコピってください。コントロール C でもいいですし、右クリックをしてコピーをクリックしてください。そしてちょっと新しい別のシートを立ち上げます。ほいと貼り付けました。そうしたら、上のタブのデータタブを使って重複削除というものをします。当然 A 列にしか字が入っていないので、ここ A 列が選択されています。これで OK とします。出ました。そうすると、ここに今いるっていう人たちの名前っていうのは1個しかありません。なぜかっていうと、今全部重複で削除したからです。じゃあ、関数を挿入していきます。数式タブをクリックして関数の挿入というのをやります。そうするとカウントイフと出てきます。ここをクリックしてください。そうすると、関数の引数というのがあって、カウントイフというのは2つ設定しなければなりません。数える対象の範囲はどこなのか、そして数える検索条件、数える対象は何なのかということを、まずやります。1発目、範囲が出てきます。で、ここのこういううにゅうにょっとしたのをクリックします。そうすると、こう長くなるんですね。この長くなった状態っていうのは、今回はたまたまこの Excel なんですけれども、例えば違うもう1個の Excel とかを参照することもできます。それをやると、ちょっと今回は面倒なので、まず名簿をクリックします。じゃあ、範囲はどこっていうと、ここの D 列なんですね。で、この D 列をやったら、最初のうちは、範囲を設定する場合には F4 キーを1回押してください。そうするとドルマークが入ります。で、これでよっとやります。じゃあ、今度検索条件何って言ったら、今度はモーツァルトが何人いるのか調べたい。で、ここは3回押してください。そうすると A2 の横にドルマークが1個入ります。これでエンターキーを2回押すとカウントされます。私のパソコン遅いんですけどね。8と出ました。あとは、ここのものをずっと引っ張って、コピーすると、このように全員の名前をカウントすることができます。これがカウントイフという関数になります。ここで終わってしまうとですね、あまり面白くもないので、ちょっとね、作ってきたんですよ。作ってきたのか、作ったんですよ。何を作ったかと言いますと、パワポで作ってきました。
スライドショーでいきましょう。はい、このカウント if 関数、分かりやすく徹底解説ということで、スライドショーでもう一回復習したいと思います。カウント if の使い方っていうのは、先ほど言いました、主に人名、商品名を数えるときに使います。で、この関数って結構応用できる関数なんですよ。で、応用できる関数なので、重複判定とかにもよく使います。はい。で、問題として、さっきのまあ Excel のこう図で貼ってコピーってきたもんなんですけど、右の表にベートーベンやモーツァルト等は何回登場しているかという場合に、カウント if というものは力を発揮します。じゃあ次行きましょう。じゃあまず、ここのところですね、さっきのところ、ここのところをずっと、使いまして、まず重複を削除しましょうと。重複削除して新しいシートにこの部分を貼ります。で、コピーですね。コピーして、まあ、コントロール C でもできますよと。で、新しいシートを作成してください。そのシートの中で、ここの部分ですね、ちょっと作ったのが Excel の2010なので、ちょっと13度は違うんですけど、こういうマークをクリックしてシートを1個増やします。そして、新しいシートに右クリックでやると、こういう貼り付けのオプションというのが出てきますので、ここの一番左側、ここをクリックします。で、重複の削除、さっきやりましたよね。たら A 列を選択されていることを確認して OK を押します。そうすると223個の重複が見つかり削除されました。1位の値が29個残ってます。つまりここの、さっきの D 列ずっと並んでたものには29人の人物が複数回登場していたことになります。で、いよいよ関数を仕込んでいきますと。で、モーツァルトの横、すぐ横、これ B2 のセルになりますので、数式タブを、B2 を選択した上で、数式タブを選択して関数の挿入をクリックします。そうすると、モーツァルトのところにイコールが入ります。これはもう Excel が早く関数仕込んでねっていう準備になってます。そうすると、関数の引数の画面が出てきます。で、その中に関数いろいろ選べます。今回はカウント if、たまたま先頭になってますけど、このカウント if を選択して OK を押します。はい。そうすると、範囲と検索条件というものが出てきました。で、一発目はこの範囲を選択します。どこの範囲なのかっていうと、それは名簿のシートを選択してください。この表長いところになったら、Excel の開いているものほとんど大半を選択することができます。で、D 列。で、ここをボンとバッと、だ、あ、間違えちゃった。だっと選択しまして、この、ドルマークをつけます。ドルマークをつけて、ここ、また押します。そうするとまた今度検索条件、ここを、クリックしまして、モーツァルト、これシート1に戻ってるんですけど、シート1のところのモーツァルト、ここを、選択すると A2 というふうに入ります。はい。で、F4 キー、ファンクションキーを4、4を3回押して、ここの A の横にドルマークがついたのを確認したら、エンターキーを2回叩いてください。そうするとここに8というふうに入ります。あとはここをコピって貼ると全部できますというものになります。これがスライドショーで、やったものになります。で、今回なんですけど、私の、このホームページのところ、ダウンロード専用のところの、遅いな。遅すぎる。すいません。
ここのところにカウントイフダウンロードということで、ZIP ファイルになってます。ZIP ファイル、中身は、カウントイフ、さっきの使った練習用の Excel の名簿、それからカウントイフの今スライドショーで見たものがパワポで入ってます。パスワードは以下はになってます。はい、以下はになってますので、ご興味のある方はぜひダウンロードしてみてください。で、動画をですね、上げるアップの回数なんですけど、できましたら週2回ぐらい上げていきたいかなというふうに思っております。前半は Excel にしようかな。で、後半はアクセスにしようかなっていうふうに思っております。で、よく、ネット等で検索すると、Excel の関数って471個あるらしいです。もう今もっと増えてるかもしれないですけど。でも、知っておくべき関数っていうのは10個ぐらいなんですね。10個も知ってれば十分ですね。はい。で、皆さんが大体、例えば会社に入社したとか、なんとかっていうふうになってくると、必ず Excel は絶対に入ってます。で、よくね、私も思ったんですけど、関数っていうふうに言うと、何ですかね、中学校の時に勉強した X イコー、あ、Y イコール X の2乗とか、そういったことを思い出すんですけど、あれは全く別物でですね、関数、Excel で言うところの関数って何なんですかね。何か自分が調べたいものがあるときに、導き出してくれる便利な文字列と思った方がいいです。多分、Excel 知らない人は、ここに、ちょっと大きくしましょうか。ここに今、8って入ってるのに、なんでここにカウントイフ、括弧、名簿、ドルマーク、DD のドルマーク、A2 って入ってるのかってことが全く分かんないと思います。私もそうでした、一番初めは。なんで割り算なのに、イコール、if 関数を使ってるのかなとかっていうのがちょっと分からなかったんですよね。で、そういった疑問も、ちょっと、解消していければいいなっていうふうに思います。まあ、私のチャンネル、アクセスで登録してる方はほとんどではないかなというふうに思うんです。ちょっと期待を裏切って本当に申し訳ないです。ただ、私が、アクセスを勉強するにあたりまして、段階を踏んでいったのが、Excel の関数、そして、アクセスで VBA というふうに行きましたね。もし私の部下が、見てるようでしたら、この関数は絶対必須です。コールセンターではね。なので、必ずこの関数を覚えるようにしてください。はい。では今日はこの辺で失礼したいと思います。また関数、Excel の関数、それからアクセス VBA、あと私のくだらない動画、必ず区別をして出したいと思いますので、くだらない動画は見ていただかなくても全然大丈夫なんですが、はい。自分としては本当にストリートティーチャーではないですけど、分かりやすい、解説を、志して精進していきたいと思いますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、では今日はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。失礼いたします。